野崎チャンネル。ジョン。さあ、そこということでね、今、ニュースが入ってきましたけども、DeNA 坂口投手と、ヤクルト西浦選手の電撃トレードが発表というね、ところで、まあ今日も入れて、あと今季トレード期限まで約6日になりましたけどね、まあメジャーリーグではね、大谷のトレードが、どうなんだっていうところがね、話題に上がりますけども、日本でもね、いろんな球団が、着々とね、トレードをしてですね、戦力補強っていうところでですね、戦っていこうっていう中で、もうあと、まあまだあと2件ぐらいあるんじゃないのかなっていうところはね、感じてますけども、ここに来てね、DeNA とヤクルト、セリーグの球団同士での、トレードというところでね、まあどういう事情があってトレードになったのかっていうところを、さずだきチャンネルでは、さずだきがね、考察して、解説していきたいと思います。まあ、ということでね、まずはですね、まあ、坂口投手ね、2017年ドラフト3位で北海高校から入団。ね、2021年はプロ初勝利を挙げて、8試合で2勝3敗。ね。っていうところで、まあ、今季はね、ここまで1軍の席はないと。で、西浦選手は2013年ドラフト2位でヤクルト入団10年目、32歳を迎えた今季ここまでね、6試合出場、1割6分7厘、ホームランで1打点に留まったっていうね、ところで、坂口選手はね、球団を通じて、ファンの皆さんには突然トレードの発表になって驚かせてしまったかもしれませんが、新天地でしっかり活躍しているところを届きたいと思います。ベイスターズで一番の思い出は、三浦さんが監督になった時に、僕も同じタイミングで8勝利ができたことですと。今後は同じリーグのチームになりますが、僕のことを応援していただけるとありがたいですと。今までベイスターズファンの皆さんありがとうございましたというところで、西浦選手はですね、突然のことで正直驚いていますと、スワローズに入団して10年、たくさんの人に支えながら野球をすることができて感謝していますと。また、いい時も悪い時も応援していただいたファンの皆さんにはとても感謝しています。スワローズを離れることは寂しい気持ちもありますが、今回のトレードを新たなスタートとして、新天地で活躍することが皆さんへの恩返しになると思っています。これからも応援よろしくお願いします。というところで、コメントを出して発表していますがですね。まあ、西浦選手ね、まあ今年先ほども言ったように1割6分7厘というところで、しかし、2軍ではですね、ここまで32試合に出場して、打率3割6厘。ね、ヒット33本でホームラン4本、打点20っていう形で非常に素晴らしい活躍、得点圏打率も3割4分4厘、OPS、865っていうところでは非常にね、いい形の成績っていうところを残してるんでね、だからまあこれはね、こう完全に俺の感想だけども、 DeNA から持ちかけたトレードなんじゃないのかなっていうところはね、感じております。なぜな西浦選手なのかっていうとですね、まあでもショートだけで考えるとね、大和そして京田っていうところで、まあいい形でね、左右のコンビで働いて結果を残しているっていうところでは、そんないらないんじゃないのっていうところをね、思うかもしれませんけども、ここに来てですね、 DeNA 今現状の一軍の選手のですね、メンバーで言うとですね、野手がですね、キャッチャーを除くと右が2人しかいないっていうね、内野は知野選手、そして外野は太田選手と、あとは藤田、柴田、京田、上里、楠本といった左バッターばっかりで、キャッチャー除くと2人しかね、右打者がいないっていうね。あとはですね、ここで、ね、オールスター明けてから宮崎選手ね、サードできっちり出てますけども、オールスター前まではですね、宮崎ちょっとコンディション不良で休んだりして、サードにね、京田が、回ったりだとか、林が、1位出たりだとか、いろんな選手がね、宮崎がベンチスタートっていうところになった時に、ひょっとしたらまた宮崎のコンディションも完璧じゃないと、休み休み行く可能性もあるぞと。そうなった時にサードがいないなと、思い切って西浦サードで使うか案も多分ね、あると思うね。西浦はサードもセカンドもね、まあ基本ショートが主体だけども、サードもセカンドもね、過去も守ったことがあって守れるっていうところでは、まあひょっとしたらファーストっていうね、可能性も考えられるけども、まあ内野のユーティリティとして、あと右バッターが少ない。もしかしたら宮崎がスターティングラインナップが外れるときに、西浦をサードで持っていきたいっていうところで、今後ね、DeNA も今3位になってますけども、こっから逆転優勝にかけてですね、まあやはり打線ね、やっぱベイスターズ今年で言うと、まあ、打てなきゃ負ける、打てば勝つっていうところで、ピッチャーね、今永のね、素晴らしいピッチング、東のピッチングね、バウアーいるっていうところで安心感ある先発投手陣。ね、その中で若干リリーフがね、ここに来て、ちょっとフォーメーションが壊れてきたっていうところで不安はあるけども、投手陣はいいから、打ち勝ってね、打てさえすればなんとかなるっていうところで、ここ最近ね、ちょっと打線が散りすぼみ感、オールスター前までね、というところがあった中でですね、打線の厚みを増したいっていうところで言うと、これまあ西浦今32歳っていうところで、もうラストチャンスね。まあね、数年前からもう西浦トレードね、出してあげた方がいいんじゃないのかっていう声もかかる中でね、ヤクルト本も一軍にはね、長岡がショートでいて、竹岡が
出たりしながら、まあ宮本もセカンドにいるっていう中ではですね、ちょっともうね、今のこの状況で1軍に上がらないっていうことは、もうほぼほぼね、1軍にチャンスがないっていうところにもなるからね、今のヤクルトのね、1軍の内野陣で言うと、右はね、もう三俣ね、赤羽っていうところがいて、で、浜田がいて、川端、宮本、竹岡っていうところがいて、まあ、内山も代々いるってなってくると、ちょっと1軍でね、もうチャンスなかなかないなっていうところでは、これは西浦選手にとったら、かなりポジティブな、ありがたいトレードになったと思うしね、ここをしっかりね、居場所を確保するっていうところでは、非常にね、チャレンジングで、ポジティブなね、トレードになったんじゃないでしょうか。だからまあ、ここに来てね、多分俺はそのね、DeNA から声かけて、この宮崎が出なかった時、ね、もしくは右の代打ね、右が少ないからね、っていったところでは、打撃陣でね、なんとかしたいっていうところで DeNA のね、この逆転優勝に向けて動こうっていう中でのね、トレードになったんじゃないのかなと思います。そして、DeNA からね、ヤクルトに移籍するのが、坂口選手というところで、まあ、今年ね、今年24歳、まだまだヤングマン、若手、ね、高卒、6年目でございます。っていうところでね、今年はね、ファームでも基本ね、リリーフっていうところでは、先発はね、2試合してるけども、ここまで23試合登板しながら、0勝3敗、防御率6.00 っていうところで、若干ね、成績としたら、あまりね、いい形になってないっていうところで考えると、ヤクルトに来たら、多分、先発、まあ昨日も石浜が打たれたっていうところはあるけども、基本は先発だと思うんだよね。で、その中で、まあうまくいけば、今年出てきてくれたらね、今も先発のもなかなかね、頭数っていうところもあるし、ちょっとね、投手陣っていうところでバタついたところもあるかもしれないけど、出てきてからくれればいいけど、将来的に坂口になったんじゃないのかなっていうね、ところで、まあ思惑が一致してね、このトレードになったんじゃないのかなっていうね。だからこの横浜としては、ベイスターズとしてはもう今すぐ使って、ヤクルトとしてはもちろん今すぐ使えればいいけどもね、まだ若いと、来年再来年に向けてこのね、投手陣の、若干やっぱりね薄いからね、投手陣の、層の厚さっていうのを保つために成長させて未来のスワローズの一員で活躍してもらおうっていうねところがあるんじゃないのかなっていうところを佐々木がね考察してますけど、そう考えるとね、 DeNA から持ちかけたね西浦っていうところでのトレードで、ヤクルト側からすれば未来のっていうところでね、うまく交換トレードになったんじゃないのかなっていうね。 DeNA もね、ここ本当勝負だからね、今年優勝しないといつ優勝するんだっていうところもあるし、まあ、ヤクルトもね、まだワンチャンね、あの大逆転 A クラスっていうところもある中ではね、ありますけども、まあ、西浦はもう多分1軍じゃ使わないっていうところのね判断になったと思うんで、というところで考えるとね、このトレードっていうのは非常にね、あのお互いのニーズに合って、選手たちにとっても、選手たち、坂口にしてもね、今の DeNA にいたとしてもよ、やっぱなかなかチャンスないわ。やっぱりね、頭数どんどん揃ってきてるしね、まあ若いからね、まだ未来ねっていうところはあるけども、DeNA で言うと、もう今のね、リリーフで言うと、伊勢山崎、坂本、入江、上茶谷、ね、ウェンデルケン、エスコバ、森原。だから森原がね、ハマったっていうところではね、坂口のちょっとチャンスっていうところが、まあ、近々ではちょっとなさそうだなっていうところを考えるとね、これは非常に坂口にとっても、ひょっとしたらね、今年中に一軍っていうところも十分考えられるんで、まあ、この二人にとってはね、ハッピーなトレードになるようにね、あとは本人の力だからね、チャンスを得たらどこまで活躍するかっていうのは本人と努力次第ってね、頑張り次第っていうところはありますけどもね、佐々木はこのように感じで思っております。ということで、佐々木チャンネルトレードの速報でした。